分が住んでいる地域あるいは自分たちが暮らしている周りのものをもう一回こう見直していく、そういう棚卸しをまずしてほしいなと。その中でどんなものがあるのかというところをもう一度見つめ直して、そこにこうどう付加価値をつけていくかというところに注力をしていただくということが非常に大事な視点なのかなというふうに私はこう考えております。私は福岡県の浮橋市というところの出身です。市の面積の約6割が森林、ほとんどが針葉樹、杉とかヒノキ、そういう森に囲まれた、ふるさとで育ってきました。その森林を林業で活用するのはもちろんなんですけれども、森林セラピーであったり、地元がフルーツが一年中取れる町ですので、そのフルーツを生かした、特産品といいますか、開発あるいはそのスイーツの町づくりといって、人口に占めるスイーツ店舗の割合が、神戸市を抜いても1位なんですね。人口はもちろん少ないんですけれども、ただ人口に対してそれだけ洋菓子店、和洋菓子店があるということは、それも一つの地域資源であり特徴なので、そこを地元の農家さんとパティシエさんの方とはマッチングさせて、いろんな地元のものを使ったスイーツを展開していったりですとか、そういうふうないろんな取り組みをどんどん進めている。一番のポイントというか悩みにもなるんでしょうけど、やはりこう地域の方にどうそれを理解していただくかというところだと思います。そこに何ですか、当たり前のようにこうあるものがあって、当たり前のある暮らしの中に暮らしていると、どうしても それが日常になって、ついついこう当たり前の環境に慣れてしまうと、その当たり前のものをしっかりいい意味で疑ってかかってですね、棚卸しをしていくと。地域のものにどんなものがあって、どんなところがあって、あるいはどんな人がいて、今あるものをしっかりこう付加価値をつけていくというところにポイントがあるのかなというふうに思っております。少し余白を持っていろんな物事を考えてみることが大事なんじゃないかなというふうに思います。一度立ち止まってですね、棚卸しという形でいろんな地域をそれぞれこう点検していくということをやってみると、おそらく自分の地域にどんな課題があって、それをどう解決することによってどんな未来が開けるかというところがおそらく見えてくるんじゃないのかなというふうに思いますので、そういう、こうヒント探しというか、種を探していくような活動というのが結構大事かというふうに思っています。行政の方はあえて言うと、こうフラットな立場でそういった場を作れるという存在だというふうに思います。利害関係なく自分たちのふるさとのためにこう何ができるかという場所をですね、それは会議の場所でも会合の場所でもいいと思うんですけれども、そういう場を提供できるのがやはりこう行政の職員。私今全国いろんな地域を歩いていく中で共通しているなと思うのは、やはりこう思いを持った地域の方っていうのは結構やっぱりいらっしゃるなと。ただ隠れたこう影のヒーローみたいな形になって、どうしてもこう表舞台に出てこれない。でも必ずそういう方たちがそれぞれの地域だったり集落単位でもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、その方たちの出番を作っていくということがいい意味で行政の人としてできることじゃないかと。やはりこう地域の方たちが輝いて初めて地方創生だったり地域活性化につながっていくのかなというふうに思いますので、そういう思いを持った人たちのしっかりその思いを形にしていくというところが重要なのかなというふうに思います。共通しているのはワクワクすることをやっているかどうか、そして夢を持っていろんな取り組みができているかどうかにかかっているというふうに思います。そのワクワクすることっていうのはおそらくその地域によって違うと思うんですけれども、そこに関わっている方あるいはそこでリードしている方、行政の人も含めてワクワクできているかどうかということがおそらくその周りの方たちにもこう広がっていくと思うので、その部分って結構重要なんじゃないかなというふうに思っています、ね。